はい、皆さん、はい、こんばんは。こんばんは。ピースいらないですね。うん。ということで、第2回目。2回目の、ゲームセンターじゃなくて、すいません、駄菓子屋ゲーセン開口録、ナムコ黄金期パート2、その2ですね。前回、パックマンで終わったんですかね、確か。まあ、いろんな話して終わったんですけども。ね、パックマンを話をしつつ、風営法、新風営法のために駄菓子屋ゲーセンがちょっと廃れてしまったっていうあたりで、なんかそうですね。でまだまだナムコの話はなかなか尽きることがないんで、まだまだ続くと、うん、まだね、うん、まあ、言ってみればずっと続くんですけど、ずっとはちょっとね、ずっとはちょっと厳しいんで、まあ、だから早速ナムコの話をしたいんですけど、なんか早速、なんか面白い話が、早速ですが、ナムコといえば、黄金期のゲームといえば、忘れちゃいけないのが、なんと、なんですか、これ。海底宝探し。知らねえなぁ。見たことないですね。これね、ある意味ナムコ黄金期なんですよ。おぉ、というと、これは一応、ほら、このナムコって書いてあるでしょ。実はナムコが、ナムコがこれ販売してたんですよ。ナムコが販売してた、うん、あ、ちょっとまあ厳密に言うとちょっと違う面もあるんですけど、まずこれなんでかというと、これもね、人気あったんですよ、ちょっと。ほう。で、誰に人気あったかというと、ゲーマーじゃない。ほう、誰ですか。これね、小さな子供たち。なるほど。なんと小さな子供たちの大人気。大人気って言ってんのかな。これね、よくデパートの屋上とか、なるほど、そういうところに置いてあって、ありましたね、屋上。そうそうそう。で、子供がね、するにもシンプルなゲームのルールだから、簡単に遊べるということで、ひそかにね、人気あったの。これ10円か20円とかで、よく安いやつね。そうそうそう。大体ね、20円。白黒っていうのはこのバージョンがあって、この白黒バージョンとカラーバージョンと2種類、こっちが多かったけども。で、これなん、どういうゲームかというと、ここに船が見えるんですよね。なるほど。一番上にですね、船が見えて、下にダイバーがいますよね。なんか歩いてダイバーいますね。はいはい。で、なんか壺みたいなのがありますね、下に。下に丸いやつですね。丸いやつ、5つですね。このダイバーが船から降りてきて、で、魚を水中銃で撃つと、避けながら。なるほど。当たるとダメなの、死ぬんですよ。なるほど。で、下まで、海底まで降りて、その壺、この中に宝物が入ってるんですよ。なるほど。これをどれでもいいから選ぶと。はいはい。すると、まあ50点から300点まで得点がもらえます。そうですね。うん。そうそう。で、それをまた上の船まで持ち上げると。なるほど。それだけのシンプルなゲーム性。わかりやすい。だからこれはちょっと、小さな子供たちに大人気。安いし、大人気って言っちゃいけないですけど、まあ人気があったんですね。ただこれあれですね、全部、うん、あのゲームウォッチのオクトパス、そのレベルとかのパクリですね。そうこれ出たのが1980年なんで、ちょうどゲームウォッチのブーム、ゲームウォッチの頃ですか、ちょうどブーム、うん、あれも似てますよね。この何やったかな、助けてってやつと一緒ですね。何でしたっけあれ。あれはね、スピーク&レスキュー。でもあれも降りて戻っていくっていう流れ的には、うん、あれはちょっと敵がそうやってさらっていくのを助けるゲーム、ちょっとまあ似てる部分があるのか。まあでもなんかこのパターンはこれが一番最初でしょ、多分。違うんですか、このゲームのパターンは。あ、パターンね。このパターンで結構みんなヒントを得たんじゃないですか、今の話で言うと。助けてと、助けてない、なんとかレスキューと、スピーク&レスキュー。あ、スピーク&レスキュー、うん、そうそう、三電子でね、この、うん、そう、いや、こういうこのくらいの画面、同じようなゲーム性のやつってまだそのインベーダーの前の時代に、あ、そうなんですか、当たりとかなんとか、そうそう、当たりとか、うん、そう、海外のメーカーが作ってたのの中にこういうのが あったんですね。似たようなのがやっぱあるの。あ、やっぱ向こうの模範にやってるんでしょうね、やっぱね。そう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 。でね、これ単純だから、そういうデパートとかそういうところにの人にちょっと、ね、うんうん、喜ばれたと。長く稼働できるからね、うんうんうん。で、これのちょっとすごいところは、はい、この壺の中どれかに
外れがあると。なるほど。もう運次第。なるほど。運任せというね、ちょっとまあ恐ろしいゲームですね。恐ろしいです。もうありえないゲームですね。普通のゲーマーにとってはちょっと恐ろしいね。なるほど。だからね、ちょっと運試しにね、たまにやってたの俺。ああ。そうそうそう。でその頃ね、ナムコって知ってたかどうかちょっとまだ覚えてないですけどね。すごいですね。というかまあこれもね、こんなのもね出してたんですよ。なるほど。そういうことですね。そうそう。これもある意味黄金期の立役者というか、ね、この部分ですね。まあそう、忘れないでほしいって、忘れられないんですけど、個人的にもなんか忘れられないんですよ。なるほど。海底宝探しって言ってね、その時はちょっとバカにしてたのかもわからないですけどね。というわけです。なるほど、はい。まあ、そっから入ったわけですね。そうです、はい。で今日はまず最初に、まあ、パクマの流れから言うとやっぱあのゲームかなと。でパクマの続編にしようかなとも思ったんですけど、はい、やっぱりちょっとこのメジャーなところで最初は行かなきゃいけないということで、はい、これにします。これかラリー X。 そうそうそう、これラリー X の方ですね。こっち、お、そうそう、9キューラリー、キューラリー X。 なんかキューラリーとかね、呼ぶんだってね。あ、キューラリーって言うんですか。いや、通称ね、ちょっと。ああ、通称、ね、我々の間だけだったのかもしれない。ニューラリーが出たからキューラリーと呼ぶようになった。マップが違うだけですか。あ、まあいいや、ラリー X ですね、これ。ラリー X、ラリー X で、マップはね、同じ。あ、マップ同じなんだけど、同じだけども、これ袋小路とか岩石とかの位置が難しい位置になって。それがニューラリー X でしょ、今言ってるの。いやいや、違う違う、ラリー X。 ラリー X の方が難しいですね。めちゃくちゃ難しい。あ、そうか、難易度が面白かったけど、あまりにも難しかったから。でも何ヶ月か、1年もしないうちに出たのが、このちょっとまあこっちがまあ同じ、ね、そうですね、こっちですね、僕は。こっちこっち、うん、ニューラリー X ですね。そうでしょ。そう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 、うん、これはね、ちょっと難易度下げられて、でバランスがめちゃくちゃ良くなった。なるほど。これでみんなハマったと思うよ、これ。で、画期的なこのレーダー、右の方にある。ラリー X あったよ、うん、そうそう、ラリー含めて、初めて、多分初めてだよ、レーダーが出たの。なるほど。こうレーダーを見ながら、で、位置を確認しながら。ザクッとですね。そうそうそう、これがね、熱い。画期的ですね。画期的、そうそうそう。うん。で、ちょっと動く、今日はちょっとこの動く絵も見れる。そうですね、ちょっと準備したんで、せっかく。ちょっと、ちょっとバージョンアップ。音入ってるのかな。音入ってるんですか。いや、入ってる入ってる。入ってる。入ってる。こうして。いや、入ってる入ってる。入ってる。うん、入ってます入ってます。入ってます。音も入ってます。音楽も軽快で。そうそうそう。うん、いいですもんね。これはね、めちゃくちゃハマりましたね。やっぱ迷路結構複雑ですね、今みたいな。そうそう、これは、まず基本迷路をある程度把握しておかないと、ね、クリアできなかったんです。でこの今この岩石出るんです。これも大体位置が大体決まってて、決まってるんですよね。そうそう、大体決まってるのがまたよく。これ一面ですか。いや、これね、途中の面、途中の面、ね、真ん中あたり。コース的にはあのビギナーコースと、4つあるのかな。それの2番目ぐらいの。結構難しいですね、これ。これもね、そうそうそう、このループみたいなところに入るとちょっとね、ここら辺がややこしいですね。ここやばいですね。そうそう、こういうところがね、気をつけないと。ちょっと操作、今やっぱりちょっとこう難しいですね、操作性が。ああ、ね、こうなるなりやすいの、こう挟まれるとですね。なるべく敵がいないうちか、まああの煙幕で足止めをとかしつつ、うんうんうん、あそこに入るようにしないとね。ああいうふうにちょっとこう見るとあれですね、妖芸っぽいですね、雰囲気が。おお、なんかなんとなく、うん、なんとなくですよ、ね。うん、日本のゲームっぽくないような、うん、今見ると。いや、ナムコっていうのは最初あの自分あのナムコが自社で作る前は、はいはい、あたりのゲームを作ってたの。あれを、いや、あの輸入してた。ああ、その仕事しょったんですか。そうそうそう、最初版権みたいな。そうそうそう、あたりとあの提携して。あ、ナムコの直営店だけしか遊べなかったんだ。違う、いや、そのね、直営店っていうのができるのはね、まだだいぶ後で。そっか、その頃はね、なんか
やっぱりデパートとかどんなとこかな。ただ当たりのゲームってめったになかったでしょ。もちろん少ない。少なかったでしょ。そんな存じるところにあるもんじゃなかった。なかったですもんね。あとね、旅館とかホテルとかのゲームコーナー、そういうところがメインだったの。最初はインベーダーとかでゲームセンターができる前は。前はね。あ、そんなところにあったはず。当たりとか。当たりで一回やらないからですね。うん。当たり特集みたいな。そうそう。最初提携したメーカーがナンバーワン当たり。ああ、そうなんですね。それでその当たりのゲームっていうのをいつも見てたから。だからか、ああ、洋芸っぽい感じがなんか今見ると、うん、そのバーンとかほら、そうそうそう、英語とかではね、アメリカの、うん、アニメとかで出てきそう。いかにもそんな表現があたりのゲームありそうなんで。ありそうでしょうね。あたりのゲームだそうかなっていう感じもせんでもないですね、うん、ああこれがね、ね、確かに。おお、今ふと思った。それはちょっと思わんかったな。うん、ふとですね。さすが、さすが、やっぱそこはカリスマ店長。カリスマ店長、やっぱりそこがね、そのしかしでも色使いがやっぱ明るくなったよね、ラリー X から。これはね、やっぱ当時の、これ1981年の、ゲーム、他のと比べても、うん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 、やっぱ圧倒的にこの色、グラフィックとか、綺麗かったですね。サウンドとか、あれ、早かった。早かったでしょ。ボーナスステージはね、ちょっとね、動き入るの。2割増しぐらい。敵が動かない代わりに。あ、そうか、ボーナスか。ああ、そうか。そうそう、敵が動かない代わりに、動きが速くなる。動き出すまで粘ったらめ、え、どうやったっけ、ね、結局走り出しますよね。走り燃料が切れたらめっちゃ速いんでしたっけ。 めっちゃ速い。燃料切れになるともうあっという間。これはね、ちょっとボーナスステージとかで油断するとその岩に当たる。岩に当たったり動きが速いから。そうですよね。あとはその赤の止まってるのにそうそうそうぶつかったりとか、ムカッチきますもんね。そうそう。でわざとね、その止まってる車の周りぐるぐる回る、ギリギリ走るとかね、わざとあった。あったですね。そうそう、ちょっとやってみろとかね言われて。こいつ上手ですね、なかなか。うん、これうまかったね。でその次がこの青い面の中級コースですね、いわゆる。あ、めっちゃ下になってきた。面白いの本当。うわ、これ自分でやるとこのね難しさがね本当分かって、レーダーで常に敵の車の位置とも把握してないと絶対クリアできるから、ね、ただコントローラーが使いにくいんですよね。Xbox360 とか。そう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 、これね、4方向レバーじゃないとまともにできない。できないですもんね。ちょっとしたミスもがね、もう無意の人なんで。細かい動き結構必要ですもんね。必要必要、実は。敵がこうやって戻ってきたりとかですね。ミスできないと。これよくできてるの。しかもやっぱりゲーム今見てるね。当時としては本当。これやっぱあれですかね、回転機能みたいな。まあスクロール、回転機能はまだこの頃なくて。ないんか。スクロールね、全方向スクロールとかできたのは何個ぐらいじゃなかったかな。当時からしてもですね。こんなね、全方向のスクロールするやつないんだな。てかそうですね、今ちょっと見にくくなってるけど、レーダーがやっぱ、うん、活かしてますね、右側の。そうでしょう、うん、これが良かった、やっぱり、レーダー。あれを見ながら、でもあんまり見てると岩ぶつかったりとか、変なとこ入り込んだりとか。そうそうそう。しかもレーダー近く行ってるのに一本挟んでいけないとかですね。それもある、それも。またそれがまた大変な、こっちで大丈夫だったかなと思ったら閉まった、閉まったみたいな、ね、ありましたね。この閻魔君はね、ちょっとコーナー曲がりながら押すと途中途切れたりしてより広く使えるね。そういうテクニックを後半使わなきゃいけない。閻魔足すとあれですね、ガソリンが減るんですよね。そうそう、ちょっと減るんで、なるべくこう曲がりながらちょっと押すと、そのテクニックです。最小限で減らしながら最大の効果をどうやって上げるか、そういうテクニック。楽しそうですね。うん、これね、面白い。ほんと、おお、こっち上手やん。この辺はちょっとうまいな、なかなか。なかなかですよね、うん、やっぱちょっとゲームしながらやりたいですね。ちょっとね、今ねこう入り口のところで閻魔君されても、あの使い方、なるほど、一網打尽みたいな。そうそう、最初にもう入る前に使っておいてと。でもやっぱちょっと、やっぱりちょっとね、危ないわ。入る、あ、そうそう、今もたついたからちょっとね、上からもう来た。頭いい、ちょっと頭いいから。ああ、敵者がですね、頭いい。
このちょっといろいろなんかバグ技じゃないけども、まあバグ技か、たまにこう曲がるときに、はいはい、壁の中に入るっていう現象がね起きたの知らないですか。知らないですね。たまにね、なんかこう曲がるとき、壁ってどこですか。鼻の方、鼻もそうだけども、あ、普通のそのそうピンクの方、ピンクとかそのコーナーの角とかで急になんかね中に入り込むときがあって、それを意図的にやるっていうね技があった。ほう、なんかねこうレバーをなんか無理やりこうそっちの方向とかに向けとくと入り込むことがあって、入り込んだら、ね、ずっと奥まで出てこれない。出てこれるけども、離すとねバネ仕掛けみたいに出てくる。あ、それでずっとね奥まで、でもその間あれですか、減るんでしょ、ガソリン減るもちろん減る、ずっと減って、で敵の車がその自分のもういないのにぐるぐるぐる回ってる。あ、ここにいたところにいた、ね、うろうろして、それ見るのが楽しかったって。なるほど。でそれをあの横の花壇、うんうん、そこでやるとお花畑侵入という技がこの花壇ね、この中もね侵入できて、角からちょっとしたきっかけで、でずっと奥まで入るとこう全面お花畑と、へ、木の面やったら木、針葉樹林、広葉樹林、針葉樹林とかあってそこに戻れないんでしょ。でもそれやるとね、一気にちょっと犠牲にはしなきゃいけない、な燃料が、まあ、それやると燃料の減り方がなんか確か早くて、結局ねもうあのクリアできないわけですね。一台はもう犠牲にしなきゃ、うん、ただそれをやってるってことがステータス。そうお前ら知らんやろみたいな、ね、そうもういろいろ知らんわ、いろいろやってくるとね、そういう遊びまでね、なんか、ね、なんかあれですね、なの今のポリゴンゲームのあの裂け目から入っていくみたいな、それと一緒、ぶつかって探すみたいな。そうそう、ほんでずっとねもうこの中お花畑にいる間は死なないから、あ、その間休んでお菓子食べたり、ほんでちょっとお前ちょっと押さえといてって、こうやってレバーを押さえてもらってグッてね、あ、でもその変わるありましたね。ね、あったでしょ、ギャラガーとかあったよね、ちょっと交代とかね、交代とかありましたね。ちょっと今からお菓子食べる、ジュース飲むからとか、ちょっと買いに行ってくるとか、そうそうそう、あとあの、ね、そういう思い出した、あのほらピンボール、うん、あの球をこう引っ掛けといて、あ、これ、ね、引っ掛けといて、ちょっと持っとってくれっつって、トイレ行って、ね、そうそうそう、戻ってからガーンって再開みたいな。ピンボールもね置いてあったもんね、結構ね、似てるとね、駄菓子屋系のゲーム で、ね、ちょっと古い型落ちみたいなピンボールで、あのフリッパーがガタガタのやつとか、ガタガタとか、そのうまく稼働なんちゅうかな、ちょっと甘いやつとか、ね、あったあった、あったでしょ、ボード押さえといてって言って、ピンボールめちゃくちゃしたいんですけど、ないですよね今ね、もう全然話変わるけど、あ、そう、あります、めちゃくちゃした、いやいや、めちゃくちゃしなかったけど、最近もない、あの、ね、見たことないですよね、ピンボールメーカーがなくなったの、あ、世界で確かに多分ね一社だけ残ってるぐらいで、一個欲しいっすね、欲しいっすよ、これマジで一個欲しい、何でもいいけど、うん、できたらスターウォーズのやつ欲しい、あれスターウォーズのやつ多分プレミアついてて、つまりアメリカでもね、スターフォーズのやつあったあった、遊んでたんですよ、あったあった、あれ欲しいわ、あれはねめちゃくちゃかっこよかったもん、うん、だってやっぱり欲しいね、いつかやっぱ買わないとな、一台欲しいですよね、欲しいだ、あれはエミュレーターで再現できないじゃないですか、そう不自然なやつしかないもんね、やっぱり、うん、あれはね欲しくなってきたな、やっぱり置いとくだけでもなんかかっこいいでしょ、かっこいいかっこいい、かっこいいね、ジーパン履いて80年代のあったね、映画でねリーゼントしてあったよ、ブルックシールズが出る映画なんかあったですね、そうそれが文化やったんでしょうね、アメリカでもね、アメリカもそうそうね、ピンボールはやっぱねアメリカ人が大好き、でもピンボールでちょっと話まだ飛ぶけど、すっごい上手なやつがおるんですよね、要するに1ゲームで、うん、要するにワンコインでめちゃくちゃ長くできる人おるじゃないですか、うん、上手な、かっこよかったですもんね、あのそうそう、なかなか落とさなくて、落とさなくて、ね、あの狙った石にボールが行くやつ必ず行くし、すっごいもう僕らの10倍ぐらい本当やるわけですよね、点数も尋常じゃないぐらい出して、そうあのなんデッドボクスのなんかすごい得点になってて、かっこいい、俺らはかっこよく感じたもんな、いや、うん、そういう人かっこよかった、リプレイがね、一回リプレイできて、ゲームが上手やったらかっこいいんですよね、僕たちの、そうよ基本的に基本そうね、基本そうちょっと一目やっぱ置かれますもんね、置いてたやついたもん、やっぱ置いてたボマンがあって、だから
そんな話も。そう。楽しいですね。なんかね、ちょっと、またピンボールの話が。ピンボールしてみたいですね。話も。うん。しかも、いろんな機種があったからな、わかんないけど。そうそう。まあ、いろいろ言ってると、ちょっとね、時間も経つので。そうですね。まあ、次はなんかまだあるならいいでしょ。なんかいやいや、うん、まあ。まあ、ちょっと次のゲームに、まあ、メジャーなところで。そうですね。行く前にちょっと準備をさせてもらってもいいですかね。なんかはいはい、ちょっと1分ぐらい、ちょっとすみませんね、ちょっとじゃあ次行きます、ね、